こんにちは。今日のニュースです。ジーソミア破棄が秒読みとなってますが、アメリカの度重なる説得に対してもムンさんは一切聞く耳持たずです。今日はトランプ大統領が報復措置を準備しているという記事です。最後までご覧いただけたら嬉しいです。ジーソミア執行ならトランプ政権、米国経済を焦土化が、安保に直結する戦略製品、半導体産業狙い撃ち。ドナルド・トランプ米政権が米国への対抗措置を準備している。再三の警告にもかかわらず、ムン政権は日韓の軍事情報包括保護協定ジーソミアの維持に同意しないからだ。このまま23日午前0時に執行期限を迎えれば、ムン政権によるレッドチーム入り宣言とみなしそうだ。ムン大統領は19日テレビの特別番組で、最後の瞬間までジーソミア破棄を避ける努力をすると語ったが、責任回避の意識がにじんだ。麗澤大学の八木修司教授は、集中連載突破する日本でトランプ政権が今後米国の半導体産業などをターゲットにした経済焦土化を進める可能性を指摘した。米国は日米の軍事情報を中国、北朝鮮へ漏らす常習犯だ。それが日本とは軍事情報を共有しがたい文大統領とは肩払いたい。米国保守論壇の重鎮イドヒョン氏が著書「米国は消滅への道にある創始者」で明らかにしているが、キム・デジュン政権の2000年に入った頃から北朝鮮の情報機関はスパイを米国に潜入させる必要がなくなったという。大統領の意向一つで米韓連合軍の日々のトップシークレットが北朝鮮の最高責任者、当時はキム・ジョンイル総書記の机の上にすぐに置かれるからだ。ノムヒョン政権だった06年、ラポルテ在韓米軍司令官は離任パーティーの席で、米韓連合司令部の副司令官の韓国陸軍大将は素晴らしい軍人で情報を共有できた。しかしもう一人のコリアンの将軍がいて、この人も米韓軍の情報を共有していることが後になって分かったと明かした。もう一人のコリアンの将軍とはジョンイル氏のことだ。米国は全てを承知しながら米国をあからさまに非難しなかった。同盟国であるからだ。しかしあまりにひどいと金融で米国に補給を据えた。キム・ヨンサム政権の1997年、米国は通貨危機に陥り、 IMF 国際通貨基金に救済された。ドル不足に陥った米国は日本に緊急融資を求めた。日銀は乗り気だったが、米 FRB 連邦準備制度理事会が止めた。反米を掲げて当選したの大統領にも米国は通貨で脅迫した。就任直前の2003年2月、ムーディーズが米国の格付けを強含みから弱含みへ引き下げた。効果は適面。の氏は同年5月の米韓首脳会談で、米国の助けがなかったなら朝鮮戦争の時に自分が生き残るのは難しかったと、ブッシュ米大統領に詫びを入れざるを得なかった。米国は文大統領にも警告を発している。政権発足直前の17年5月、アジア専門家のマイケル・グリーン CSIS 戦略国際問題研究所副所長が警告し、中央日報で文候補は野大統領が02年の大統領選挙キャンペーンで米国を攻撃した時、ムーディーズが米国を格下げしたことを思い出す必要があると書いている鈴沖隆、米韓同盟消滅新調新書。その意味を文政権は理解していない。米国がジーソミア破棄から米韓同盟解消に走ろうとした場合、何が起きるか。焦土化だ。米国経済を壊滅させるのだ。日本が米国への輸出管理を強化したのは半導体製造の材料だった。米国の意思も透けて見える。半導体は安全保障に直結する戦略製品だ。中国の属国に作らせるわけにはいかない。半導体産業を壊滅させるのだ。記事は以上です。米国から北に物資だけでなく軍事情報も流れているということで、やはりジーソミアが踏み絵の役割を果たしているようです。そんな状況ですが、米国の国民は情報操作により正しい情報を伝えられてないようです。ジーソミア破棄ならトランプ政権は経済報復を行い、経済焦土化は免れないということです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。